こんばんは。こんばんは。初青いひまわりの初単独ライブありがとうございました。お疲れ様でした。難しかったベース、実はベースってあんまり難しそうに聞こえないんですけど、なんかやってること結構忙しくて難しかったですけど楽しかった。え、なんかフィルターかかってない？明るさか。え、サングラスデイズ楽しかった、弾くの。でも難しいのはヘビロテ、いや、でもなんか弾けたら別に難しいと思わない。でもひまわりが結構難しかったかも。ひまわりが一番難しかったかもしれん、ベースとしては。あ、フラゲも難しかった。結構実は指が動いてるんですよ。ギターよりピアノより弦が少ないのに難しいんだ。そんな考えの人もいるんですね。別に弦の数と難易度はそんなに比例してないと思う。こんばんは。何でもなんか極めたら全部難しいですよ。トライアングルとかも極めたら本当に難しいと思う。カスタネットとか簡単っていう 代名詞の楽器でも極めたら全部難しいんですよ実は。立ちっぱなしお疲れ様です。
サンディング。なんか自分の声がねあんまり聞こえんかったかも。なんか歌ってる時青春各駅停車の列車の窓に流れる景色はのところとか全く聞こえないので探り探りだったんですけど、まあ無事終わりました。楽しかった。めっちゃ他の人の人生を歩んでるって感じでした。アイドルしながら歌って踊るっていうことと楽器を演奏するっていう人生2つ歩んでるって感じです。これからも頑張ります。まあなんかあれやなと思いました。そういうバンドとか楽器とか演奏系とか、まあ、ダンスとか歌とかもそう、全部そうやけど、なんか専門家みたいな人いるじゃないですか。まあ、そういう人はつきものやなと思って頑張ろうと思いました。次のライブいつですか？それだ、めちゃめちゃ早くしたい。次すごい猿10匹ありがとうございます。ベースって言ってもなんかベースの音別にそんな聞こえないですよね。意識しないと。クオリティめっちゃ上がってた。おー、そう思ってくれる人が一人でもいてくれたらそれは嬉しいです。MC とかも結構緩かったけど、あれが良さなので、青いひまわりのあれは変わらずにああいう感じで緩めにいきたいと思います。MC 良かった。別に悪いと思ってないですよ。悪いと思ってないけど、まあなんか緩かったと思うので、それが良さです。良さだと思います。ステッカー買った？買ってなかったです。持ってるので。新しいやつ買ってない。昔の最初の初代ステッカーは持ってます。
結構昼も来てた人がいました。すごくない？だって昼と夜どうやってチケット取ったんやろうと思った。同時に取れたんかね。対バンはまだいいかなと思います。やらなくて、まずは単独ライブを積み重ねたいです。それで青いひまわり独自のやり方を見つけて、そっから対バンとかしたいとは思うけど、こんばんは。すごい、なんかあの昼公演が終わった後に縁になって話し合いが行われ、話し合いというかなんか自然とみんなで話しました。なんか真面目、青いひまわり真面目、終わってからすぐ 休まずに、なんか5人で話し合ってました。あそこなんたらなんたらとかめっちゃ真面目って思ったあの今日の衣装、実はあれ衣装と用意された衣装じゃなくて自分たちの私服なんですけど、それが昨日決まったんですよ。私服の方が良くないってなって、物販も売ってないし T シャツやけん、まあアンコールでは来たんですけど、実は私服なんですよ、自分の服なんですよ。みんな。でもなんかちゃんとした、ちゃんと統一感あるけど、みんなバラバラのちゃんとそのメンバーに合った衣装とかをが欲しいとは思った。今日みんな一緒っていうのもなんか変やけん、みんな違うけどどっか統一感があるような衣装が欲しいって思いました。こんばんは。ここにユビリンの写真集があります。サイン付きの。みんな T シャツ工夫してたの。あ、でもあれはちゃん、あの元からアレンジされてるやつです。あの日清の時のやつ。ユミリの写真集ショールームで買うの今日までらしいですよ。
梅干し美味しい。干し梅、干し梅と梅干しって何が違うの？え、もう15分経った、早っ。配信で音って どんな感じで聞こえてたんですか？明日配信で見直すのが楽しみです。青ひまわりのマグカップマグカップ買って、ありがとうございます。自分あのコップであんまり美味しいとは感じなくて、見た目色的に、やけ歯磨きの時の 口ゆすぐコップに使ってました、前。ベースライン神、本当ですか？なんかみんなベースってどういう音か理解 してますか？でも自分はなんかバンドとかやる前はベースって何のどの音か分からんみたいな感じだったんですけど、分かるんかみんなは。そう、分かる人ってあんまりおらんのやないかなって思うんですけど、バンドでベース弾いてるの分かります。あ、確かにベース弾いてる人にとってはめっちゃ分かるよね。自分もなんかピアノの耳コピーとかをし始めた頃からちょっと意識し始めたもん。ベースラインを、ベースラインが分かればなんかコード進行っていうか、まあコード進行は別にそんなに詳しくないけど、そういう系がなんか分かりやすいので、ピアノでなんか弾きたい曲があった時にはとりあえずベースラインを一番最初に聞くって感じ。左手つけるなら、そう。ひまわりのアレンジめっちゃいいよね。ひまわりのベースめっちゃかっこいいよ。見直してみてください、配信。あ、夜はちょっと間違えてるけど昼は完璧でした。夜はなんかピック落としたりとかした。あと青春各駅停車で指引きになるんですよ、ピック引きじゃなくて。雰囲気的に指引きになるので、なんかビヤンビヤンビヤンみたいな感じの音を抑えるためにちょっとボリュームを下げてたんですけど、それを上げるのを忘れてて、次の曲に行くときに、それあっってなってちょっと止まって誰とかしたけど、まあ、分からんよね、分からなかったですよね。裏話、めっちゃピック落ちた。
3つぐらい落ちた。なんかあのマイクの下に刺してたんですけど、その予備のやつとか3つぐらい落ちた。なんか別に触ってないのに3つぐらい落ちました、知らん間に。確かにバンドのアレンジしやすそう。でも自分指弾きがあんまりできないんですよね。ピックしか得意じゃない。なんか指が引っかかってあんまり右手を使わないせいで、あんまりなんか指が柔らかすぎて皮膚が引っかかるんですよ。まあ、弾き方も悪いと思うけど、あんまり練習してないけん指で。なんか引っかかって、もうちょっとここの皮膚を硬くした方が弾きやすそうって思った。それでもまあ毎日弾くしかない。でもなんか指先の感覚とかに鈍らせたくないんですよ。なんかこっちここら辺のなんか指先の感覚がちょっと鈍ってきて、皮膚が分厚くなってきて、やけんそしたらなんかそうピアノとかも弾きにくくなるし、なんか肌に触ってる感覚がなんかあんまなくなるんですよ。やけんそれが心配それが心配です。明日には撮ります。可愛くないこの色。塗ってました。実は昼は1回しか塗ってなかったんですけど、夜は2度塗りしました。なので夜の方が色が濃いです。これは2度塗り、めっちゃいい STU って感じ。うん、梅干し美味しい。次はいつ？大人の方にぜひ決めていただいて、私たちがどうあがいても大人の方がちゃんと動いてくれないと何にもならないので、よろしくお願いします。私たちは毎日練習するだけです。クオリティをちゃんと日々レベルアップさせていきたいと思います。ぜひみんなのメンバーのスケジュール抑えるのよろしくお願いします。コラボグッズを出すぐらいだから期待されてるんや。いやなんか青いひまわりを選ばれた理由があって、なんかストリート系っていうか結構カジュアル系、マーク・ゴンザレスさんが、なので青いひまわりバンドが合うかなって思って青いひまわり
にされたらしいですよ。嬉しい、楽しみ、めっちゃコラボ。なんか今日嬉しそう。え、いつもと同じじゃない？え、どう？いつもどんな感じ？めっちゃ眠いんですよね。でも配信は絶対今日はしようと思って、今日ちょいテンション高い。そう、いつもより低いと思うんですけど。え？いつも低い？眠れなかったの？え、なんかちゃんと寝てたんですけど、あの家庭が、今日までの家庭の疲労がドンってきた。そんな、もう今日寝たら全部取れるんですけど、ライブのテンションが高かった。え、でもなんかあれが本性ですよ。実はあれが本性です。今はなんか一人で携帯に向かって喋ってるので、なんか変って感じ。ショールームはなんか変って感じです。公演始まる前緊張しましたか？え、あんませんかったよ。あんまりしなかったです。あんまり手汗で滑らないようにっていう心配してました。みんながトーク回せるといいと思った。そう？でもみんなが回したら変やない？みちゅがあの代表としてというか、まあギターボーカルなので、普通にみんなでなんか楽しく、ファンの人らも巻き込んで楽しく話せればいいと思う。まあいろんな意見あると思うけど、それはそれでいいと思います。最後の挨拶何言ったっけ？え、最後の挨拶って何言ったっけ？いつ？夜？昼？夜？夜か。グリーンアリーナしか覚えてない。グリーンアリーナっていう言葉が強すぎてそれしか覚えてない。え、何言ったっけ？ぜひ次またライブがあれば足を運んでください。
え、ないのリーダーらしくないって言ったこと。いや、なんか MC でもあんまり回したりとかせんけんリーダーっぽくないなみたいな感じで思っただけで、分からん、別にそんなに考えてあんまり発言してないかもMC とかで話す内容は思いついたこと言っとる やばい、梅干しが喉に突き刺さった、酸味が。なんか別に慰められるんやけど、でも別にそんな何で自分リーダーらしくないとかそんなんじゃないのでなんか本当に結構自分適当なので、逆にそれがいいところです。別にリーダー感なくても別に良くない。なんかオラオラしすぎてもなんかちょっと嫌やし、そういう人あんま好きじゃない。楽しければいいんですよ、みんなが。結局なんか楽しかったらよくない？そう、特にバンドなんかめちゃめちゃ意志が強い人がいたら逆にやりにくいよねなんか曲選ぶ時とか、え、絶対この曲入れたいみたいな、そういう人がおったらなんか逆にやりにくいよねやけん今の青いひまわりがいい感じで緩くていいと思います。うん、11時までには終わります。あ、でもなんかもっと練習したいって思ったところが、あの各駅停車低い声が全然出んかった今日。列車の窓に流れる景色は夢見た外の世界と違うけど、え、これ歌いながらベース弾くっていうのがなんか
これ言い訳ですけど難しくて、練習不足っていうのはあるけど難しくてなんかどっちにも集中できんみたいな、難しいと思ってもうちょっと練習しようって思いました。列車の窓に流れる景色は夢見た外の世界と違うけど、乗り換え駅を間違えたらしい、それはよくある挫折って現実さ。難しいよね。なんか別に歌だけならいくらでも歌えるけど、楽器弾きながらっていうのが難しい。まずはそこですね。あ、どれだけこの両手と口とあと脳をどれだけ切り離せるかっていう練習をしないと本当に歌は歌えんって感じ。歌いにくい。特にベースとかはなんか結構コードとかじゃないので、なんか一つ一つ一音一音一つ一つ指を動かすので、なんかピアノみたいな感じで難しい。確かに前向きながら弾くのも難しいかも。感覚とかもフレットの感覚とかやっぱりこうやってちゃんと見てからやった方が安全やし外さないので、すごいこと、すごいことなんか分からんけど、まあこの世界に溢れてると思うんですけど、そういうことやってる人は本当に尊敬する。まあ、毎日練習してるんですよ多分。暇あればちゃんと楽器を触ろうと思いました。 MC で言ったけど、こんばんは。やっぱりなんか一応青いひまわりもなんかお金をいただいて活動しているので、ちゃんとしたお仕事じゃないですか。やけん趣味じゃないのでなんか難しい。趣味程度の練習量だったら絶対にダメなんですよ。それ当たり前やけどやけん難しいよ。皆さん好きなことを仕事にするっていうのは意外と難しいですって思いました。自分昔はあんま思ったことない。一瞬だけピアニストになりたいとか思ってた時あったんですけど、本当に並んでよかったと思った。まあ慣れてないと思うけど本当に。タワーが来た。
ケンタロさん、え、一番前おった今日、一番右の下手、ありがとうございます。テロップで書こう。1分ぐらい経ったら消します。ありがとうございます。え、そうなんです。やればやるほど、練習すればするほど、どんどんなんか弾けなくなっていって、ベースとかもピアノは別になんかどんどん弾けるようになったけど、練習すればするほどベースとかはなんか練習すればするほどどんどんだんだん弾けなくなってきて、やけん追い詰めれば追い詰めるほどやっぱなんか難易度は上がるんやなと思いました。やけん毎日練習せんと追いつかん。ありがとう。でもフラゲのなんかオクターブで弾くやつあるんですよ。みたいな。あれも難しかった意外と。なんかこの弦の感覚とかも難しい。まあ慣れてきたけど、フラゲ楽しいよ弾いとって。フラゲは絶対に歌いながらできんって思った。難しすぎて。え、なんかギムビー5とかはもうなんかめちゃめちゃ簡単だったんですよ、ベース。まあ初期なので、始めたてなのでめちゃめちゃ簡単だったんですけど、まあところどころ難しい、ててとかはちょっと難しかったけど、あのまだここが硬くなってなかったので、めっちゃ皮めくれたりとかしてめっちゃ痛かったし難しかったけど、最近はなんかちゃんとしてきて、この指がなんかあんまりめくれなくなったので、まあめくれるけど練習してなかったら、なんか結構アレンジとかも効いてきて、あのフラゲとか大好きな人めっちゃ難しい、ベース大好きな人とかフラゲとかヒビロテとかなんか全部難しい。全部難しいけど、特になんか大好きな人とひまわりが難しかった、あのセトリの中では。やけん、え、何話しとったっけ。忘れたけど難しいです。何の話してましたっけ。忘れた。配信でのおすすめの曲、でも新しい曲、あの初めて披露した曲は全部おすすめです。何したっけ、ヘビロテ、クラゲ、大好きな人、サングラスデイズ、え、なんかあったっけ他に。ひまわり、です。5曲。ヘビロテの A メロとかも結構動いてて、ベースじっくり聞いてみてください。ベースだけ聞き分けるのはちょっと難しいと思うけど、ミチが歌ってる裏でめちゃめちゃ動いてます、ベースラインが。てんてれ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 てんてれ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 て
動き方をしてるので、もうずっと忙しいずっと動いてるので面白いので聞いてみてください。面白い、聞くの楽しいと思う。なんかヘビロテの感想のメロディーが好きかも。あ、11時になった。本当にベース弾き出したらなんかどの曲もベースしか聞こえなくなるんですよ、なぜか面白いです、不思議な体験。デビュー日はいつぐらい、何の青いひまわりデビュー確かにまだデビューしてないね、 CD デビューはいつぐらいできるんかねしたいですね、メジャーデビュー。ランキングを読みます。TMFM さん、ひろっちさん、ABC ハウスさん、よしみさん、ジータさん、ミータさん、ゆきふくさん、さとしさん、サージカルさん、しゅうちゃんさん、けんけんさん、キムさん、けんたろさん、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。無事に。初単独ライブ、ワンマンライブが終了しました。また次に、まあ、近々会ってほしいですけど、半年以内にはもう一回会ってほしいって思うけど、ぜひその時にはよろしくお願いします。その時もよろしくお願いします。眠い。最初はグー、じゃんけんパー。そう、お話し会も絶賛申し込み中。え？明日までか。明日の13時じゃない？え？明日の13時か。え、今日何日？ 26 よね。明日のお昼の13時までが申し込み期間締め切りです。申し込みの締め切りです。マモ枠が2つあるのでよろしくお願いします。サンタ着るときと怪獣着るときです。怪獣はそんないかつくないやつ、ゆるふわな怪獣、こういうやつ。明日のお昼の13時までです。この機会を逃したら次は10月4日ぐらいからしかないので、しかも再販もあるかわからないので再販に頼ってはいけません。あるかわからないので。よろしくお願いします。なんかあったっけ他に。
特にない。お疲れ様です。おやすみかん。